大阪総合保育大学は大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目4-26に本部を置く日本の私立大学である。2006年に設置された保育、教育の高度な知識、技能と高い使命感を持った人材を養成する日本で初の保育、教育系単科私立大学である。児童保育学部には4年間で保育士資格及び幼稚園、教諭一種、 小学校教諭一種、特別支援学校教諭一種の教員免許が同時に取得できる児童保育学科と赤ちゃん学、脳科学、病等保育などをもとに乳児について専門的に学ぶ乳児保育学科がある。さらには高度な専門性を持つ専門家の養成のために大学院児童保育研究科修士課程が2010年に設置され2012年には 同研究科博士後期課程も設置された。設置者である学校法人上南学園は2015年に創立80周年を迎えた総合学園であり、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、短期大学、大学、大学院、総合保育研究所、子ども総合保育センター、福祉会を有する。入児期から、 自動期までの子供の発達を総合的に見ることができる人材、保、養・小連携やインクルーシブ教育に対応したスペシャリストを養成する教育課程となっており、保育、教育現場と学内授業との王冠による融合的な学びを重視した子供と1700時間プログラムを展開している。小規模な大学ならではのきめ細かな少人数教育を通じて行き届いた学習。 進路、就職支援が受けられる。一本学で学び、人間的にも成長したいという強い目的意識を持つ学生。に保育と教育について、興味、関心を持って深く学び、将来、保育士や幼稚園、小学校、特別支援学校教諭となって活躍したいという熱意のある学生。三子供を愛し、その心身の発達に関わり、 積極的に支援することを喜びとする学生。4インターンシップや実習、ボランティア活動などを通じて、保育、教育現場や地域社会に貢献する意気込みのある学生。5高等学校等の学習を通じて、基礎学力を身につけているとともに、基本的生活習慣の確立している学生。1保育士資格、幼稚園、小学校。 特別支援学校教諭一種免許が同時に取得できる教育課程を編成する。二子どもの実態把握と子ども理解を深める現場実習と大学での学習を有機的に結びつけ、理論と実践をより高次元で融合できる教育課程を編成する。三成長、発達を支援するための保育、教育の基本的、専門的知識を学ぶとと,ともに実践的指導力と 豊かな人間性を寛容できる科目を設置する。4保護者の支援をも可能にするカウンセリングや病棟保育、病児保育等を行うために必要な医療に関する専門科目、実習科目を設置する。うここできるだけ速やかに大学生活や学習に適応し、その学力と学習意欲を向上させるために発年次教育を導入し、その充実を図る。 年間50単位という履修登録上限を設定し、学習効果を高め、確実な単位履修を促すため、各学生の実態に応じて、周到な履修指導を行う。学級担任制や ICT 活用事業、インターンシップ、キャリア教育、学生による授業評価の実施など、教育方法の改善に積極的に取り組む。シラバスに、授業の到達目標や、 成績評価の方法を明確かつ詳細に明示する。一自立した個人として、自主的に行動するのに必要な、総合的な教養とコミュニケーション能力、論理的思考力、判断力、実践力を身につけている。二千歳で豊かな感受性並びに他人を思いやり、他人のために真心を尽くす気品、品格を備えている。三点のように分け隔てなく、 すべての人間に温かい愛情を注ぐことができる。四、保育、教育に関する専門的知識、技能を身につけ、保育、教育現場の諸問題に真摯に取り組み、他者と協力、連携しながら問題解決に貢献する強い意欲と指導力を持っている。五乳幼児期から児童期までの子供の心身の発達について、連続的、総合的に理解し、 長期的な視野に立って子供の健全な育ちを支援することができる。ありがとうございます。